皆さんこんにちは、小垣子です。今日はこちらの落ち着いた虹色の毛糸で帽子を編んでいきたいと思います。今回はこの虹の色の出方をとことん楽しみたいなと思ったので、わざと虹が斜めに出るように編んでみました。なんですけれども、編み方自体は結構シンプルなので、何でしょうね、帽子とかマフラーとか一回編み物をしたことがあるぞという方なら簡単に編めるんじゃないかなと思います。ちなみにかぶってみるとこんな感じになります。縁を折らないで、後ろをダボッとさせても縁を折ってもどちらでも可愛いんじゃないかなと思います。材料はこちらになります。今回私が使っていくのはこの落ち着いた虹色の毛糸で編んでいきたいと思います。こちらはループス&スレッドのウォッシャブルウールブロワーラインズという毛糸になります。なんですけれども、皆さんはもうお好きな毛糸、それに合わせたかぎ針をご用意ください。でこちらの毛糸はかぎ針が4ミリとあるので、私は今回4ミリなので、日本でいう7号ですね。これで編んでいきたいと思います。そして私は今回この1玉が 100g の毛糸を2玉用意しています。あと必要なものはとじ針、ハサミ、ステッチマーカー、メジャーになります。今回の帽子、編んでいく形はこちらのようになります。なんかちょっと曲がった平行四辺形みたいな感じなんですけれども、編み始めはこの右下になります。こちらからまず鎖編みを編んで、うね編みで往復編みをしています。で私の場合は最初の鎖編み35センチ分ぐらいになるように編んだんですけれども、今測り直してみると38センチかな、8センチ9センチぐらいになっています。そしてご覧の通り、この作品は真四角ではなくてこう曲がった感じなので、この38センチ分が帽子の高さになるのではなくって、ここが帽子の高さになります。なので私の場合は帽子の高さで言うとだいたい27センチになっています。そして私は帽子の上の部分ですね、ここがゴワゴワするのが嫌だなと思ったので、このメインの部分はうね編みの中長編みで編んだんですけれども、上のところ 5、6目はうね編みの細編みで編みました。なのでここがちょっとホイップクリームみたいにウイッて上がってるんですけれども、でここまで編んだら、作品をこの両方の右左の端ですね、これを縫いつないで、よいしょ、こんな感じでつなげて、でこう折る感じにして今回は帽子にしようと思っています。では編んでいきましょう。今回はまず鎖編みから編んでいきたいと思います。鎖編みを編むときはちょっと緩めに編むか、もしくはかぎ針のサイズを 1、2号大きくして、鎖編みの部分がちょっと大きくなるようにしておいてください。まず作り目をします。そしたらここから鎖編みを編んでいくんですけれども、今回目の数は何目でも構いません。長さをだいたい35センチぐらいになるように編んでいきたいと思います。鎖編みで35センチ分編み終わりました。私の場合目の数は80目になっています。続いて1段目を編んでいきたいと思います。この編み始めの部分が帽子のてっぺんの方になります。1段目は鎖の裏山を拾って編んでいきたいと思います。なので、今この糸が出てるところですね、そこの真下のこのポコッというところを左手で押さえておいて編み始めたいと思います。まず鎖編み2目で立ち上がります。そしたら押さえていた目、針から数えて3番目の裏山に細編みをします。そしたら私はここからもう4目、トータルで5目細編みを編んでいきます。2、
をと編んだら、ここから先は中長編みを編んでいきたいと思います。なので中長編みなので針に糸をかけてから次の目に針を入れて糸を持ってきたら3目すべてを引き抜く。あ、そうだ、すいません、その前にこの細編みが終わった時にステッチマーカー入れときましょうか。位置を入れておいて、であとはずっと中長編みになります。でどこまで中長編みかというと、残り2目になるまでずっと1目ずつの中長編みを編んでいきたいと思います。1段目残り2目というところになっています。そしたらこの2目を使って中長編みの2目1度減らし目ですねをしていきたいと思います。針に糸をかけてから1番目の目に針を入れて糸を持ってきます。そしたら今回は編み目をあまり大きくしたくないので、ここで針に糸はかけずにそのまま隣の目に行ってで糸をかけて持ってきて、そして今針にかかっている4本すべてを引き抜くという減らし目にしたいと思います。これで1段目が完成です。続いて2段目編んでいきましょう。2段目は鎖2目で立ち上がります。これは目の数とはカウントしません。そしたら作品をひっくり返して2段目からは、うね編みになります。うね編みは、編み目を上から見た時の V の字の向こう側のみを拾っていく編み方になります。そして一番初め、根元の目なのでこれですね、この2目で中長編みの2目1度をしたいと思います。針に糸をかけて上から見た時の V の字、くの字ですね、これの向こう側だけに針を入れて糸を持ってくる。隣の目に針を入れて糸を持ってくる。そしたらこの4本を引き抜く。そしたらあとは1目ずつの中長編みのうね編みを編んでいってください。私の場合は73目、1段目と同様に1目ずつの中長編みは73目編んでいきたいと思います。中長編みのうね編み編み終わりました。73番目最後の中長編みは前の段の最後の細編みの上、ステッチマーカーの上の目になっているはずです。ちょっとずつ目がずれていくので、細編みの上に中長編みをしたら、次細編みを編んでいきたいと思います。細編みも同じくうね編みで編んでいきます。なので、Vの字の向こう側ですね、を拾って、細編み1、2、3、4と編んだら、次前の段で、ちょっと小さすぎてよくわかんないんですけど、前の段、鎖2で立ち上がったところに到着するはずです。そうしたら、まず最初1番目は、その鎖の見えますかね、 V の字の向こう側だけ、うね編みの要領ですね、向こう側だけを拾って細編みをしたら、次のはこの鎖の2目で作った穴に刺して、ここら辺は閉じちゃうので別にこだわらなくても針が入りそうなところで編んでいっても大丈夫かと思います。2目入れるようにします。なので、今回2段目は細編みを5目ではなくって6目編みました。これで2段目が完成です。続いて3段目編んでいきたいと思います。3段目も編み方は、基本的に1段目と同じになります。軽くお見せしますと、鎖2目で立ち上がって作品をひっくり返したら
あ、ウニ網っていうところが違いますね。一番初めの目なので、ここですね、一番初めの細編みの上に細編みをします。で、ここから5目、1、2、3、4、5と編んだら、ステッチマーカーを入れておきましょうか。そしてまた腕編みの中長編み、私は73目編んで、最後の2目は減らし目をして、と、あとはこの2段目と3段目の編み方の繰り返しになります。そしてどこまで編むかなんですけれども、この糸端がある方の端っこなので、中長編みで、減らし目をしている方ですね、こちらの長さが軽く引っ張った状態で頭を1周ぐらいする長さになるまで、なので多分42センチ前後ぐらいになるんじゃないかなと思うんですけれども、その長さまでこの2段目と3段目の編み方を繰り返していきたいと思います。そして最後の段は奇数の段なので、編み終わりがこの糸端と同じ方向に来るときですね、中長編みの減らし目で終わる段でストップするようにしてください。ちょっと画面には入りきれていないんですけれども、この中長編みの減らし目をしていた方の辺ですね、こちらの長さがだいたい42、3センチで、軽く引っ張ったら頭一周するかなという長さになったので、そろそろ編む作業はおしまいにしたいと思います。そしたら糸端を短く切るのではなくって、この糸を使って最後これを帽子状、筒状に縫い合わせていきたいので、糸端を1メートルぐらい残してから切って、そして糸を引き抜きます。なので最後の目を編んだら、針に糸をかけてそのままビーッと引っ張って一度閉じてください。ではつなげていきましょう。今編み終わった段が一番下に来ている状態です。そしたら編み始め、この糸端があるとこですね、これを重ねるようにして、まず最初一番最後の目なので、ここですね、この V を取って2本取って、編み始めは向こう側1本だけを拾いたいと思います。なので1本拾って、縫ったら、あとはこれの繰り返しですね。この糸も編みくるめられたら編みくるみましょうか。そうしたら次の目、まあ最初はもう一回言っときましょうか。同じ目に入れて引っ張る。そしたら次は同じく隣の目に行って V の字の2本入るように取って、で向こう側は V の字の向こう側だけを取るようにして、これをずっと繰り返していってください。無事に帽子つながって今筒状になりました。つなげたところはここの赤から青になってるとこですね、このラインが今縫い作業をしたところで、表側から見るとこんな感じになります。ここがつなげた段なんですけど、まあそこまで目立たないんじゃないかなと思っています。では筒状になったら今度てっぺんを閉じていきたいと思います。同じく裏を見た状態で、もうどこでも大丈夫なので、
適当なところに針を入れていって並縫いのように上下から上上から下とこんな感じで針を入れてぐるっと一周したいと思います。ぐるっと一周糸を通しました。そうしたら糸をギュッと引っ張ってじゃないですね、引っ張って絞ります。糸が切れないように注意しながらギュッと引っ張ったらてっぺん部分が閉じると思います。そしたら1周だけではちょっと心もとないのでもう1周、今度もまた針が入りそうなとこだったらどこでもいいので1周になりそうなとこ、細かく拾わなくても大丈夫なので適当に針を入れてもう1周ぐるっとしたいと思います。だいたい2周終わりました。そしたら糸が緩んでいないことをこう確認して、あとはこの真ん中の空いてるとこですね、そこを渡るようにっていうんですかね、何回かこう直線で中心を通るようにして穴を閉じさしたら終わりということにしたいと思います。こんな感じで通して最後はどうやって分けましょうかね。これは私はかなり適当なんですけれども、こんな感じで通したら玉留めしましょうかね。何でも皆さんお好きな留め方があったらお好きな留め方で終わっていただいたらいいんですけれども、そしたら私はオレンジ色っぽい糸で終わっているので、ずいぶん緩んでました。ちょっともう一回やり直したいと思います。また適当に入れて、よいしょ、引っ張ったら2回ぐらい弱いといたら大丈夫でしょう。 1,2,3 回針に巻いてで通して、そしたら私はオレンジ色の糸なのでこの糸に近いところ、どれだろう、これかな、これかな、ここら辺に目立たないようにこう針を通して、もうちょっといっときましょうかね。そして糸端を切ったら完成です。あとはごめんなさい、これを表側にして、そしたらてっぺんはこんな感じになっています。でこう折ってかぶったら帽子完成です。はい、今回は私のインスタグラムをご覧になっている方はご存知かもしれないんですけれども、このレインボーの色の出方にかなり悩まされました。というのはこの毛糸、実はつなぎ目が結構しょっちゅう入ってて、いきなりなんでその色でつないだんだみたいな、こう違う色がいきなりつながってたりして色のパターンがかなり崩れていたので、それを目立たなくさせるのがちょっと大変でした。それは大変だったんですけれども、この色の出方はすごい可愛らしいんじゃないかなと思っています。もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバーイ。